1月13日金曜日午後4時5分の日本海は強いオフショアが背後から吹いています。雨降ってますけど、オフショアなので傘を差して撮影できています。海は潮が沖に流れていくのが見えますね。ドフラットです。予想通り、こちらも強めのオフショアが背後から吹いています。海は湖のようにフラットですね。気温は16度ぐらいです。風は強いオフショア、海はドフラット。このままいつもならパンするんですけど、これ無理だな。強烈なオフショアに向かってカメラ向けるのはできないので、今日このままですね。このままエンディングを迎えたいと思います。どこまで回れるかやってみましょうか。ここまではなんとか傘を使って、あ、いつもの通りここまでは行けますが、これで終わりにしましょう。この方が平和に終われる。